鶴ドクダミは中国原産のタデ科の鶴生た年層。別名、カ州とも呼ばれる。和名は、葉がドクダミに似て鶴になることからこの名が付くが、ドクダミとは、とかの異なる別種の植物である。日本では、本州から四国、九州、沖縄まで分布する中国原産の幾何植物で、山野や秋地、道端などで見られる。鶴は、毛で、 木部は木質化して1センチメートルくらいの太さにまでなり巻きつくものがあれば2メートル以上に這い上がって登る。鶴の巻き方向は右巻きと左巻きの両方向で、これは本種の特徴にもなっている。繁殖力旺盛で枝分かれしながら繁殖してどこまでも這い上がり、あたり一面を覆い尽くすほど勢いがある。葉は五生し長い傭兵がある心臓型で、 長さは7センチメートル前後で、先端は尖り、木部は心形で凹んでおり、その形は毒ダミによく似るが、毒ダミのような匂いはしない。色は、能力色をしており、やや厚くしなやかな質感を持つ。傭兵の木部に短い鞘状卓葉があり、鶴である茎を取り巻いている。花は、死有同種、創状果女で、秋8月から10月にかけて咲く。両性花のため、 溶液から出た花樹に、尾花と芽花がつき、緑白色をした小さな花を小雪が舞うごとく多数つける。白い花びらのように見えるのは孤列した学編で、中に八個のおしべがと一本のめしべがつき、めしべには、花中が三個ある。果実は、痩せ花で、学が成長して浴場になって、黒色の光沢のある、痩せ花を包み込み茎からぶささがる。地下に開根があり、 漢方薬でカシュと称される。鋭くだみの開根を漢方薬の着薬としてカシュと呼び、古くから不老長寿のための滋養競争剤として利用されてきた。また、カラスのように髪を黒くする作用があることからカラスの文字が付けられている。生カシュは順調、斜お及び消炎の作用が強く、熱加工した、生火臭は肝心保液の作用が強い。なお、 果シを鉄器で調理したり、動物の血にさらすなど鉄分を加えることや、ネギやニンニクを共に食することは禁忌とされている。薬草として、開イを掘って、細かく刻んだものを天日干ししたものを煎じて、服用すると、やや体を温める効能と、若しらが、脱毛、便秘、疲労倦怠に効果があるとされる。鶴は、夜高騰と称され、不眠症に、 漢方薬として伝えられてきた。日本では江戸時代と近年になって漢方薬として栽培されたが、その後一部が野生化している。東京都心部でも見られるが、これも大名屋敷などで栽培されたのが一出したものと言われている。ありがとうございます。